で次なんですけど、次回メンバーへの宿題を決めたいんですけど、でもまだ次回のメンバーが決まってないのでどうしようかな。次回は8月31日なんで、あ、もう8月終わりますね。やばくない？もう31日なんだって。どうしよう。夏の思い出教えてくださいですね。よくない？8月31日だもん。次回のメンバーさんへ、次回のメンバーさんへ、8月31日よくない？いいと思う。見えるか。え、私の夏の思い出、夏の思い出か。あ、そうだね、やっぱちっちゃい時に海に行ってもう泳げなかったんですよ。だからこう浮き輪に乗ってお兄ちゃんにその浮き輪を持ってこう海の中をお散歩してもらってたかな。あ、そして、え、前回の配信メンバー誰だったんだろう。架橋か、架橋さっきからの宿題をやりたいと思います。前回からの宿題はでれん、8月31日なので夏の思い出を教えてください。だってさやか、ありがとう。なんかさやかさ、絶対さ、私って分かってたら多分先輩になるかもしれないと思って、すごいなんかちゃんとしたの出してくれた、嬉しい。そうだよ、今日8月31日だよ、もう最後だよ、やばいね。なんだっけ、これか。思い出、なんか今年の夏は、去年ほど、なんかいろいろできライブやりたかったねって話をこの前してました。ライブできなかったからね。何やったっけ。でもお出かけもそんなにしてきてないし、何やったかな。あ、誕生日でした。あ、それはそうか、毎年そうだよ。誕生日で、何回 ?1、2、3回 ?3 回お祝いしてもらった。やったねー。1回目は雑誌の撮影の後にあのケーキをくれて、2回目は家族がしてくれて、で3回目はあのメンバーが。でも8月めっちゃ多いですからね。すっごい多いから、いっぱいケーキ食べれたよ。あれだったよね。そうで、この前あの乃木坂スキッズの収録の後にお誕生日をセーラーだったかな、あの時セーラーのお誕生日して、そしたらね、森田さんも誕生日が近かったみたいで、なんか最初森田さんがなんか自分にしてくれたと思って勘違いして、なんかちょっとリアクション取ってたんですよ。なんかケーキが来て、なんかセーラー、みんなセーラーのことしか見てなかったのに、なんか森田さんが、え、みたいな、え、俺みたいな、めっちゃ面白かったのそれ。だからみんなでおめでとうございますってちゃんと言いました。皆さんもちゃんとお祝いしてくださいね、森田さんの誕生日おめでとうございますって。わかりました、わかった。
いろんなケーキ食べたよ。チョコ、ロールケーキとか、あとはショートケーキとか、あとはチョコケーキとか、チョコケーキはセーラあとタルトみたいな、カッキーとゆりちゃんの誕生日の時すごい食べてるねそんな感じですかね。夏の思い出はいっぱいケーキを食べました青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 うーんやるしかねえ。